5月26日の東京株式市場、午前の取引が終了しました。株価指数はまちまちの動きとなっています。3指数チェックしていきたいと思います。まず日経平均は、昨日に比べて50円49銭高い、28,604 円47銭。トピックスは逆に反落して 0.99 ポイントマイナスの 1918.53。 JPX 日経インデックス400は3ポイントですね、 3.64 ポイントプラスの 17,336.25 という終わりになっています。日経平均は朝方寄り付きのところは反落して始まりました。ニューヨーク市場がダウ平均4日ぶり反落という動きを受けまして、寄り付きは売り優勢、150円ほど安く始まったんですが、すぐに買い物が入ってスルスルとプラス水準に戻ってきています。日経平均がプラス5日続伸ということにこれでなります。5日続伸というのは3月9日から16日にかけて6日続伸した時以来のこととなります。主力株が強くて、小型株中型株がマイナス、まあ、それでもってトピックスがマイナスというそんな流れになっています。東証一部全体で見ますと値上がり銘柄が721、3割ちょっとという水準です。逆に値下がり銘柄は1336、 61% の銘柄が値下がりということですから、全体はやや調整色が強くて、主力銘柄大型株に買い物が入っているということですね。例えば任天堂ですね、これは6日続伸となりました。緊急事態宣言の延長が観測されるようになって、また再び巣ごもり需要を取り込むことが期待できるという、まあ、そんなような人気が背景にあるのかなというふうに思われます。まあ、同じような感覚の銘柄ですけども、ソニーグループ、本日はソニーグループは会社説明会の開催を予定していまして、まあ、それ に伴って新しい好材料が出てくるのではないかという期待が背景にあるようです。朝方からしっかりした始まりとなりました。その他パナソニック、日立あたりもプラスでのスタートとなっていました。さらにトヨタ、朝方は安寄りしたんですけれども、その後主力株の強さに引きずられるような形でプラス圏に浮上しています。まあ、主力どころの大型株が買われたことで日経平均が押し上げられたという、そんなような流れになっていますか。一方で景気敏感のセクターはまちまちの動きになってきています。ニューヨーク市場で長期金利が低下傾向、10年債の利回り 1.6% 割れという状況を受けまして、利ざや縮小を拡大懸念が後退ということで、三菱 UFJ、 三井住友、みずほなどの銀行株がマイナスになりましたほか、昨日大商いで急伸しました日本製鉄が一転、急反落、下落率 5% 台となっています。まあ、ここら辺は景気敏感型セクターでもかなり利食い売りを交えながら動きが慌ただしくなっているということが言えるかと思います。以上、東証アローズスタジオから、前場の概況をお送りいたしました。